ふう、まだ空も暗い。もっと寝ていたい。しかし、今日の目標を決めてとっとと釣りに行く。それさっきのシーン。マハゼ。今日行こうとしてるのは、サザンリバー、サザンリバー。木の板のノーザンリバーか。サザンリバー下流の方。でも上流に行こうとしてるしな。今日行こうとしてるところがサザンリバーだ。サザンリバー上流、銀鮭。これいいや。これにしとこう。話しかけられない。自転車。まだダメか。とりあえず今日はサザンリバーの上流に行く。行きますか。貸し自転車いいな。結構距離がある。最上流まで。おっと、まだ上があるんだ。あ、でもあの滝壺あたりでも釣りたいな。滝っていうより堰って言った方がいいのかな。幻想的なシーン。おっとよ、お前だろ。情報通。葬儀はどこにいるのかだと。どこだ、どこだ、教えてやろう。ノーザンリバー。うん、流れの速い場所。メートル級ね。ノーザンリバーってこっちじゃないよな。流れの速い。ってことは一番上流か一番下流かどっちかか。まあいいや。とりあえず今日はこっちの方で、これが一番端っこか。お、ちょっと明るくなったけど、全然何もわかんねえ。水面に映る景色がきつすぎて全然わかんない。魚影ないよな。ないのに来るんだよな、不思議。まあ、何もないのにかかるときは大抵ゴミだったりするんだけど。ですよね。ふさふさな水草。これ頭につけてカズラ代わりにできるぜ。何を言っているんだ。うわ、すげえ。なんかすげえナイスな場所に投げれたような。いる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 。よし、今度は魚だろう。
割とさっくりつけた。なんだ。さあ、ちっせ、土壌？マハゼ？マハゼもあったよな。そうか、マハゼだから川でいいのか。ハゼは淡水。どっちなんだろう。河口でも釣れるもんな。ハゼはどっちかというと海で釣るイメージがあるんだよな。とりあえずブルーで。イエローを使ってレッドも使い切っちゃった。そろそろ餌追加しないと。あそこで飛び跳ねてるやつはハゼじゃないと思うんだけど。遅れた、反応が遅れた。なかなか厳しい戦いじゃない。負け負け。様子見様子見。なんだ。どっちにもいるのかお前は。でもここポイントらしい。ポイントがちょっと見当たらないよね。あの岩の下とか流れ込みみたいな、そういった区別をつけにくい。全部同じような景色だから、そういう意味ではあの真ん中ぐらいにあった、ね、席の下とか上とかあの辺が狙い目っぽいんだよね。よし、これもっと、もっとだ、もっともっと、もっともっと。うわぁ、今だー、ナイス演出。あ、でけえ銀鮭だ。演出良かったぞ。 S ランク初っ端から。しかも今日銀鮭目標の魚にしてた気がするから、倍のさらに3倍、倍率ドン、さらに倍って感じで6倍のポイントがもらえるはず。ここだ。なんかでっかいのいる。小さいのもいる。あ、久しぶりに魚影見えた感がある。フィッシュってすごい遅かった。小さいのが来たっぽいからちょっと巻いて逃がそうかとしてると合わせるタイミングが異常に遅れてしまった。船かな。言っちゃいけないけど外れだよね。
真ん中15メートルぐらい。また遅れた。余計なこと考えてると合わせるのが遅れる。すぐ簡単に負ける。また船。流木じゃねえか。立派な流木。まっすぐな流木。まっすぐな流木も500ポイントになったような気がするんだよな。500ポイントって結構おいしい。よし、見えてる。でもあれ恋っぽいな。あっち行っちゃった。船はいいよ、船は帰る。よし、そんなに反応も早いとは言えないが、なかなかいいサイズのがかかったっぽい。数釣る釣り大会だとあえてこういう引きが強い系の魚を無視してへちょいのばっかり釣るっていう作戦もあるみたいな。結構強いなこいつ。やるじゃない。かお前たち、お前たちは私に釣り上げられる運命なのだ。初めから塩味でいろ。そら遊園地クジラか。来たー。またお前か。アマチュア4級。餌が残り少なくなってきちゃったよ。ここここ、とりあえずまず上から。もしかしてここに操魚がいるかもしれない。いねえって。ここじゃねえ、釣ってたのさっき。流れが速い。こんな普通はすぐ巻き込まれて席の下まで行っちゃうんだけどね。こんなとこに浮き入れると。特別でかいメーター級いってそうな魚はあんまりここにはいなさそうだから、この ML 系の竿とリールで問題なさそうだ。何が釣れるかな。ダメだな、船だらけだな。結構いいサイズなんだけど。餌終わった。こっちはいけない、岩の上にはいけない。あれ、結構水奥の方までいけんじゃないか。 M サイズ。ビッグヒッター使うか。これ結構高いんだよな。投げないか。
投げすぎた。もうちょっと離れるか。よし。また船かこれ。あれ、マハゼだ。あの木の奥狙ってみよう。ナイス。ちょっと巻いて木の真横ぐらい。もう一個いい星さんの竿だったら無理やり負けんだけどな。ちょっと待たないと。これはボラだ。あれ、ボラ前釣ってたんだ。でボラ16センチとか小さすぎねえか。まあ大きくなると名前変わるけどさ、結構ボラって釣れんだよね。まあ、最終的にはトドになんだけどね。かの有名なトドのつまりってね、これ以上成長するところがないって意味だからね。ボラの出世魚のところからついた名前。これテスト出るから覚えておくように。エクセレント。すごい視界がすごいんだけど、自分の姿見えない。ボラだ。ボラあれだよね、素手で触ると鱗取れまくって気持ち悪いんだよね。イワシもだけど。釣り人の前を走るという最悪な行動をしてしまった。あ、いるいる。あ、サクサク釣れてるから。おっ、演出。ボラだ。S だ。ボラは成長だからね。サイズがでかくなったらもうそれボラじゃないだろう。あ、ここの木もちょっとつっつきたいな。ここもつろう。下流まで一気に行こうかとも思ったんだけど、投げすぎー。実際こんなんだったら確実に根がかりになるけど。かかったとしてもあの木に糸絡まって切れちゃう。そしてハズレじゃないか。まあ流木だわな。こんなとこ投げたら流木釣れるわ。へっちょ。しかしニューレコード。ポイント的には美味しかったりする。餌がなくなった。
んなタッケの使いたくないし、もう休むしかねえよ。実際ブラックバスとか釣るときこういうところがね、あ、なんかそれなりにでっかい魚影が、全然こっち見向きもしないけど、いるいる、戻ってきた。おい、来い来い来い、鮭っぽい、鮭系っぽい。行くぐ、引くじゃねえか。まあいても全然負けねえ。ボラとか船とか生ぬるい相手は飽きてたところだ。ほら、来い来い。よし、白鮭、確か銀鮭だよな今日は。よし、一気に下流まで行こうか。この自転車どこにしまってるんだろうね。あ、ここか、下流行けねえのか。ここ端っこか。どうしようかな。この後ちょっと初めの場所まで行って竿を買ってこようかと思ったけど、買ってくると明日の釣り大会戻れなかったら嫌だ。あ、初見さんですか。はい、こんにちは。あ、外れだ。流木流木。その流木はポイントも少ないからね。初見じゃないじゃん、ハクさんじゃん。騙されたよ。ゲームしてたら誰が発言してるかまで分かんねえ。わらわら、やばい、こいつ強いぞ。引け引け引け。ナマズ？ナマズなわけねえよな。また白酒か。あと一匹ぐらいかな。時間的にも餌的にも。何、今度は川釣りになったの？そうだね、今度はまた新しい場所にやってきた的なね。またか。川掃除そんなにしたいわけじゃないんだけどな。このね、明らかに流木とかつって餌が減るのは納得いかん。お、釣り人殿、温かい一コマ。
どこで釣ったんですか？どんなの使ったか教えてもらえますか？どれのことだよ。あ、そっか、明日ルアーだからあんま関係ないんだよな。とりあえず餌買っとこう。高えよな。レインボー、どんだけ投げんだ。カードを見てから決定だよな。後で帰る。わ、銀鮭すごいです。おめでとうございます。めでたい。ふさふさな水草30ポイントか。マハゼ90、大したことないな。これもマゴイ325。ギター銀鮭ターゲットボーナス、さらにランクボーナスで元が大したことない。流木うまい。孫いはそうでもない。白鮭はどうなんだろう。ここ連続ボラタイムで、ボラ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 ビア、ボラだけに。お、白鮭もそれなりの美味しさ。ジャングル系の方が美味しいよね。6000ポイント。一応今日の、あ、ちょっと人減ってる。魚結構釣ってんだけどな。早起きすると変わんのかな。どうせ大会だからね。明日は釣り大会、トップ目指して頑張ろう。銀鮭すごいいっぱい釣ってる。せっかくナイトパスもらってんのに夜釣りの仕方がよくわかんねえっていう。ちょっと後で調べとこう。さあ、釣り大会の時にあえて早起きしてみたけど、どうなるのやら。あ、関係なかったぜ。大会を開始します。始まる始まる。大会の終わりの時間になりました。俺今日何してたんだ。お疲れ様でした。入賞者を発表します。うわー、メータークラスだね、欲しいのは。うん、まあそういうレベルじゃないけど、本当に俺は今日一体何をしていたんだ。あれだね、セーブせずに消したくなるレベルだね。ああ、今日はいっぱい釣ったな。なんだこれ、マジひでえ。起床、大会開始、就寝、就寝医療だよ。